どうも、セレッソです。今日もね、ホットダンスオールニュースやっていきますよ。まあ、最近は毎日更新ってことで、ガンガンちょっと攻めていきます。で、このチャンネルも、あの、結構ね、熱心に聞いてくれてる方々もいらっしゃって、その人たちの間で、セレッソが何者なのかとか、あとは、まあ、ダンスオール好きの間でも、もうやばいチャンネルがあるけど、セレッソってあいつ一体誰なんだっていうのがね、 まあ結構としやかに噂されてるらしいんですけど、まあ僕の見た目はですね、全盛期の反町隆。あれと全く一緒だと思って構わないです。はい。だから、今後はね、そう、あいつ何なんだなって思った時に、ちょっと反町隆の、全盛期のです前世紀の全盛期の反町隆。あれを思い浮かべてもらえたらなって思います。で、今回のニュースは、マイアミのスクワッシュ事件。 あれの続報です。で、これがまた急展開で、えー、事件を整理すると、マイアミで殺人事件が起こって、で、その殺人事件が起こる前になんか揉め事があったらしいんです。で、揉めてたのがジャマイカ人らしいんですよ。で、事件があった直後に一人現場から逃げ出したと。で、それがどうやらスクワッシュじゃんじゃねえかっていう話なんですよね。 で、スクワッシュ、スクワッシュは、えー、今、えー、全然あの、銃撃もされてないし、大丈夫だよっていう。まあ、い一旦病院に行ったのか、病院に、えー、顔を出したのか分かんないですけど、病院にいるっていう噂だったんですけど、た、まあ、多分行ったんでしょうね。多分それでも全然傷がなかったみたいで、それで多分全然大丈夫だよってインスタに投稿したみたいな感じなんですけど、なんと逮捕者出ました。その逮捕者っていうのが、 スクワッシュの身内、プロデューサーのジェイマン。ジェイマンという人が、えー、捕まりました。この人まだ若干26歳なんですけど、2件の殺人罪で第1級殺人ってことでかなり重いですよね。えー、もう拘束されてます。で、このジェイマンが首に怪我してるらしいんですよね。 で、えー、時期的なものを考えて、多分そのマイアミの事件で負った傷なんだと思うんですけど、これ、もしかしたらね、えー、スクワッシュもどっちの立場かわかんないですよね、一応なんか被害者っぽい感じはあるんですよ、で、えー、スクワッシュがあの銃撃されたって報道になったときには、友達が2人殺されたみたいな報道がされてたんですけど、それも確かなソースがないんで、よくわかんないんですよ。 もしかしたら、あの <coughs>、一方の奴らが2人殺されたのか、なんか銃撃屋になって1人ずつ死んだのかも分かんないし、スクワッシュがどっち側かも分かんない。まあ、普通にこれ、身内が捕まっ、身内が捕まってることで、えー、推測されるのは、スクワッシュも加害者側だったんじゃないかみたいな推測もできるんで、これまだね、続報が全く何にもない図状態なんで、 これ、あの、追っていきたいと思います。でも裁判とかいろいろあって、長引くとは思うんですけどね、こういうふうのって、真相が明らかになるまでは。まあ、スクワッションもしかしたらちょっと危ないんじゃないかなって、また一歩ね、ちょっとジェールに近づいちゃったんじゃないかなって思ってます。で続報を待ちましょう。